中国、ベトナム、マレーシア、常に新しいものを求めミャンマー、世界を駆け巡り新しい市場を開拓する、それが俺たち商社マンの仕事。そして俺はとうとうこんなところまでやってきてしまった。地図にさえ載っていないアジアの奥地、ここか。この国でカリスマと称されるお笑い芸人がライブを行うという、その名もエンタッチョップ。ものすごい数のギャグを持つというその男、またにもギャグキングと呼ぶらしい。なんでだろうじゃねえか。カトンペピ。何言ってんだよ。カトちゃんペだよ。ジロ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 、まんまアンガールズ。日本で見ないと思ったらこんなところで人のギャグをパクっていたのか。しかも何なんだこの人気は。そうか、ここでは誰も日本のギャグを知らないってわけか。 OK? エンタチョッコ、エンタツアチャコのパクリじゃねえかよ。残った村田さんって、やっぱりそうだ、村田さんですよね。いえ大丈夫ですよ。
絶対に言いませんから。ノイエ、村田さんだ。にしてもすごい人気でしたね。あの、僕昔から大ファンなんです。握手してください。ニア、ノイエ、大丈夫です、絶対に言いませんから。感激だな、こんなお口で会えるなんて。あ、そうだ村田さん、あのオリジナルのギャグ、あれ僕昔から大好きだったんですよ。友達とよくやってました。あれいらないですか。でも確か日本ではあんまり受けなかったな。なんでだろう、流行ると思ったけど。村田さん、あのギャグは最高峰のギャグだと僕思ってます。ぜひやってください。いや、やるべきです。ミノルソテテラ。ピッコロピッコロ。ピッコロピッコロ。